全国の中学生の皆さん、こんばんは、ターニャンです。久しぶりです。皆さんのことを忘れているわけではないんですけども、いろいろとターニャンも忙しくなってきましたので、この動画もちょっとずつ更新できるようにと思って、いろんな工夫をしてきました。なので、パワーポイントで全部作るのをやめまして、ホワイトボードなんかも使いながらやっていきます。ということで、今日は四則混合の計算、基本の計算をもっとレベルアップしようと思ってやっていきます。わかんないとこはコメントとかに書き込んでリクエストしてください。さあ、今日もね、計算に慣れろっていうことでやっていくよ。さあ、まず一つ目。割り算は逆数をかける。こういうことですよ。ね、これをもう全部パワーポイントで一回作ろうと思ってたら、もうなんぼ時間あっても足りないっていうことになったので、こういう工夫をしました。やっぱりもう、どうしたらうまくいくかっていうのを考えると、新しいことが思いついてできるようになるって。もうこれがね、一番いいことかなと思います。さあ、これ、マイナス、マイナス、マイナスだから、その前にあれだね、こう逆数をかけていくっていうことをした方がいいかな。こうやって書きます。マイナス7分の3かけるにするよ。逆数にするから、4分の3にするよ。逆数にするから、マイナス3分の28にまずします。そうすると、マイナスマイナスマイナスだから、符号はマイナスだね。そして、これね、全部一緒くたにこうビューンってしちゃいます。分母。分母同士、7×4×3。そして分子が 3×3×28 になります。で、こっからがね、お楽しみタイムですよ。割り算ね。割り算はね、約分ができるとね、すごいスッキリします。ピュッ、ピュッ。これ1ね。もう大好き、こういうのね。ここ、ピッ、ピッ。4728でしょ？こうピュッてね。で、これ44でしょ？ラッキーでしょ？したら、これ111だから分母全部1になる。ね。そして、分子に残ってるのが3。1分の3ですよ。ね。11、まあ1分の3はって書いてもいいけども、1分の3っていうのは3ですよね。なので、マイナス3です。すっきりでしょう。だから、中学校はね、こういうことできるから、楽しいですよね。この計算ね。では、次の問題ですよ。今度は、マイナス4割る8分の3かけるマイナス16分の9っていう問題です。まあさっきもやりましたけど、できるだけ約分をするっていうことをね、考えながらやっていきます。ということで、マイナス4かける、逆数3分の8かけるマイナス16分の9。で、ビヨーン。ちょっと待てよ。マイナスとマイナスだからこれプラスになるよね。なので、もうここ、ビヨーンとして、この4っていうのは1分の4のことですから、分子に、4かける8かける9。そして、分母に、3かける16。ね、もう符号はプラスになってますからね。もういらないでしょ。そして、1、サザンが9。2、1、1、2ってことで残ったのは、2と3が残ってるのかな。なので、2、3が6。1分の6だから6ですね。ではね、次の問題です。次は、これです。小数は分数にするっていう問題です。まあこれね、マイナス0.3。これは10分の3ですね。なので、5分の6。割る。もう一気に言ってもいいんだけどね。まあ最初なので、ね。10分の3は、5分の6かける、マイナス3分の10。ね。ちょっともう、こっち、シュ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 。
は、これマイナスでしょ、符号ね。なので、マイナス、ビューって書いて。5かける3分の6かける10。わーお。約分いっぱいできそうだね。はい、ここが1、2、1、2。なので1分の4。はい。マイナス4となります。で、約分楽しいね。はい。じゃあ次はね、何をやるかっていうと、はい、これです。何の累乗かっていうことで、これね、ここについてるってことは、マイナス3丸ごとを自乗する、二乗するっていうことですよね。なので、ね、自乗って言ったら昔の人ってバレちゃう。はい、二乗ね。はい、81割る、はい、マイナス3かけるマイナス3は9ですよね。なので、81割る9。これも小学校3年生の問題ですよ。九九81なので、答えは9になります。では次の問題やっていきます。これは、マイナス2かけるマイナス2かけるマイナス2ってこれ、括弧についてるので、マイナス2を3回かけることになります。ということは、奇数回なので、マイナスになるでしょ。で、式の最初の時のマイナスはもう括弧つけなくていいんだもんね。で、2人が4、4、2が8、あ、マイナス8、足す、ここは、マイナスのサザンが9です。はい。で、前回のね、ことからいくと、マイナス8、マイナス9っていう風に書くんだったね。もう、こう、プラスを省くっていう風になってきます。慣れるためにね、書きましたよ。なので、マイナス17。こういう風に書くことになります。だんだんこう、書くことが少なくなってきますので、これも、慣れだと思って、もう一気に暗算でいけそうな人はね、いいんですけども、できるだけこうシンプルに書くように癖をつけていきます。いいでしょうか。ここもね、括弧まだつけたい人いると思うんです。で、だけど、それ練習だからやっていくんですよ。はい。じゃあ次はね、この問題です。この問題は何がポイントか。ね。はい。次はこの問題です。この問題もね、やっていく、そんな難しくないと思う、いけると思いますが、思います。ここ、ね、マイナス2かける、で、丁寧に途中途中書いてった方がいいよ。で、8引く、ここ4、4、16でしょ？なんで、こうですね。で、括弧の中先やりますので、この後ろね、8引く16、これは、マイナス8。なので、マイナスとマイナスをかけることになるので、プラスで2816なので、答えは16です。大丈夫ですか？ここ、8引く16がマイナス8ってことが分かれば、いけるかな？はい。じゃあ次の問題です。次は、分配法則。で、分配法則、ね、小学校3年生の動画に詳しく説明したのがあります。恥ずかしいことじゃないので、復習だと思ってね、ものの10分15分なので、見ておくと、今見ると簡単だと思うので、ぜひ見るといいと思いますよ。さあ、これね、ここと、ここを、こう、掛け合わせるっていうのが分配法則です。簡単に言うと。なので、マイナス、あ、これ、イコールね。8分の5を、かける、マイナス24と、マイナス6分の1、かける、マイナス24っていう風になります。あれ、ここの括弧どうした？ってね、なるんだけど、ここの後にこれ、プラ、足し算がこう省略されているのと、その後ろのこう、括弧を外すっていうのを前にやってますので、だんだんこうやってシンプルに書くように慣れていってください。さあ、約分。ね、ちょっと色変えますか。はい。はい、色変えました。ここ、マイナスとマイナスかけるからもうこれもいらないね。はい。で、ここプラスになります。
で、8と24なので、1と3パ24。なので、ここは、3、5、15で15ですね。で、次も、マイナスと、マイナス。まあ、ピュッピュって書いたらちょっとわかんなくなるか書かないかな。なので、約分すると、4、6、24。なので、プラスになるよね。なので、プラス、4は、19。となります。よいですか。じゃあ、最後の問題にしましょう。99かけるマイナス53。もう、中学生ぐらいになると普通に筆算してね、99かける53でやっていい気はしますけど、これわざわざこれ出てくるのは工夫しろっていうやつなんだよね。小学校でもこの99とかさ、101とか出てきたでしょ。で、小学校の場合工夫しなさいって書いてあるからね。で、まあ、工夫すると、99っていうのは、100-1だ。100-1。かける、マイナス53っていう風にして、こっからの分配法則をするということです。そうすると、はい。100かける、マイナス53。引くって言ったね。マイナス、1かける、マイナス53。なんかもうここも省略したくなってくると思うんです。いいんですよ、省略できる人はね。すると、100かけるマイナス53は、マイナス5300、マイナス5300。で、ここが、と、マイナスかけるマイナスだから、もう言わなくていいかね。プラス53。はい、ってことで、当然、こっちの方が絶対値大きいから、符号マイナス。で、5300引く53をすると、暗算でいけますか？5000、247となります。ね、マイナス5247。まあ、こんなもんでしょう。ということで、はい。今日の勉強は、こんなとこですが、おっと、まだあった。かっこ優先。かっこ優先？何の予定だったかな？かっこ優先。はい、かっこ優先の問題ね。ちょっと待ってね。はい。ごめんなさいね。終わったと思ったら、まだ問題ありましたね。かっこ最優先っていうのと、情報が先っていうお話をします。はい。チーズくんとかね、あんこあんこさんとかね、見てくれてる人もね、限られてるかなと思うのでね、こうちょっとグデグデ感もあるんだけど、楽しくやっていきますね。あと他の皆さんね、私も見てますよとか、僕も見てますよってね、お家の人とちょっとコメントとかね、書いてアピールしてくれるとまたね、楽しいかなと思います。さてと、まず、かっこ最優先だよ、みんな。これ小学校でも教えてる話だからきっとね。きっとじゃない。教えてますからね。なので、まずここやりますよ。したら、こういう時ね、変わらないとこも含めて書いていくの。24割る、ここがマイナス9とマイナス3だから、ここでマイナス12、足す14でしょ？次にやるのは、これですよね。はい。ね、隣で動物の森の音がしてますけどもね。はい。気にせずやっていきましょう。あ、みんなから聞こえないかな。はい。でさ、もう、掛け算にするね。逆数にして掛け算。ていうか、もう、逆数にして、まあ、まあ、いいや、はい。24かける、はい。逆数は1分の12。1分の12の逆数だから、マイナス12分の1。足す14だよ。ってなったら、こうだね。わかる？もうこれ。一気にいっちゃって、こう1分の24って書かなかったからね。で、マイナス2足す14は12となります。いいですか？はい。はい。じゃあ、今度こそ。はい。計算に慣れてくると、小学校の計算よりも簡単かも。
分数は約分ができるから魅力的だねっていうことで、ああ、来た来た来た。指則計算の基本はもう大丈夫。専門くらい解いてやろうっていうね、強気の姿勢で勉強をしてください。ちょっとホワイトボードを使ってやっていくっていうことで、だいぶこうシンプルになったので、またね、本数、もし希望があれば増やしていきます。まあ、あんまりたくさんの人に見られても今度やりにくいなとは思うんだけども、まあ複雑なとこですね。まあ、ちょっとここから雑談って感じだけど、みんな元気にしてるのかな？もう6月ですよ、6月。ねえ。この動画見てさ、まあ、誰が見てるかはわかんないとこもあるんだけど、あ、わかりにくいなってね、いうような人は、こういうマークまだつける人いないけど、つけないで他の動画行ってください。ここはゆるーくね、そして少ない再生数でも、ボランティアでちゃんとコメントね、こんなこと言ったら塾の人からね、商売上がったりって言われるかもしれないけど、答えますから。なので、本当はインターネットを使ってね、はやってるんだけど、本当こう、細々とやっていきますので、なので、気に入らない人は見なければいいし、見たい人は、まあ、やっていきましょうと。一緒にね。そんなことで。どうですか？このホワイトボード式の授業も。ね。ホワイトボードとターニャンっていうのは、なかなかコラボとしては珍しくないかもしれませんけどね。ホワイトボードをね。よく使いますね、私ね。はい。っていうことで、また相変わらずティッシュで消しております。ティッシュ。はい、トイレットペーパーですね。はい。で、今日の授業はこれで終わりです。ごきげんよう。